はいどうもこんにちは、大黒様に中西です。今日はですね、S リードナンバーファーストの、物件の紹介をさせていただきたいと思います。じゃあ、205号室から、案内していきます。まず奥のリビングですね、こちらリビングがあって、その隣に洋室がありますね。このような 1LDK タイプですね。じゃあまずですね、一般的な家具のサイズにカットしたシートを持ってきましたので、これを配置してお部屋の広さをイメージしていただければと思います。まずはテレビ台を配置していきたいと思います。配置するとこのような感じですね。で、テーブルとソファーも配置していきたいと思います。次、ローテーブルのサイズにカットしたシートを配置していきます。まあ、間隔をどれぐらい空けるかですけども、まあ、ちょっとね、真ん中ら辺に置くとこのような感じですね。次がソファーを配置していきたいと思います。で、まあ、2人掛けのソファーの一般的なサイズなんですけども、配置するとこのような感じですね。まあ、十分ね、ここも通路として通れるかなと思います。で、ちょっと手前にスペースが余るので、この辺りにも、ダイニングテーブルが置けるのかなと思うので、ちょっと配置していきます。ちょっとね、あまり大きなダイニングテーブルは置けないと思うので、ちょっと一人用のサイズのものを持ってきたんですけども、配置するとこのような感じですね。もう少し大きくても配置できるかなと思います。でね、椅子をこっち側に置いてもいいと思います。続いて寝室ですね。こちらにベッドを配置していきたいと思います。セミダブルベッドを配置してみるとこのような感じですね。これの一つ大きいサイズがダブルベッドになるんですけども、ダブルベッドになるとちょっと入らないかなという、サイズなんですね。で、奥にもちょっとスペースがあるので、まあ、そちらにね、ちょっとこう棚とか置いたりはできるのかなと思います。じゃあね、お部屋のサイズをメジャーで測っていきます。で、まず寝室の、奥行きからなんですけども、これはこの収納の扉のところまで測ると、255cm ですね。で、この横幅がですね、この扉までで 132cm です。で、ここの奥のスペースですね、この奥行きが、69cm、この横幅が、104cm です。次はこのソファーの後ろの壁ですね、ここは 134cm ですね。次はこのバルコニー側の、壁なんですけども、こちらが、185cm です。ちなみにこの、バルコニーの扉までですと、40cm ですね。で、次こちらが 87cm です。で、この幅ですね、ここの幅が、79cm ですね。次はですね、このテレビボードを置いてる壁なんですけども、こちらのカウンターキッチンのこのカウンターが出っ張っているので、そこまでで測ると、283cm ですね。で、こちらが、158cm です。で、収納も見ていきますね。サイズも測っていきますね。横幅が 143cm ですね。で、奥行きが、52cm です。次、キッチンの説明していきますね。まあ、カウンタータイプのキッチンになってまして、で、こちら側から、回っていただくと、まあ、収納がね、上も下もあるタイプですね。で、ちょっとね、上の収納から見てみると、このような感じですね。で、次、下の収納ですね。まあ、ちょっとね、まだ新築工事中なんで、下がね、今穴開いてますけども、このような感じですね。でね、二口の、ガスシステムキッチン で、ここの調理スペースが結構広いですね。で、こちらもね、まあ、カウンターキッチンなんで、カウンターテーブルとしてね、まあ、作った料理とか置いたりすることもできると思うので、かなりね、調理するスペースが、ね、広いと思います。で、後ろがね、冷蔵庫とか食器棚を置くスペースになると思うので、ここも測っていきます。まず横幅が、150cm ですね。次ですね、この後ろからこの壁のところまでで見ると、59cm ですね。次はですね、このキッチンの、ところから後ろの壁までが 132cm ですね。次が、洗面所ですね。こちら行きます。入ってね、正面に、洗面台があって、で、右側に洗濯機置き場があるんですけども、まずちょっと洗濯機置き場のサイズを測っていきますね。これはね、洗濯パン自体は奥行きも横幅も 62cm なんですけども、この壁から壁ですね、壁から壁は 69cm あります。で、上にもね、こうやって棚があるので、まあ、洗剤とかね、置いておくことができると思います。で、次、洗面台なんですけども、この鏡の
後ろが全部収納になってまして、結構ね上まで収納があるのでかなりしっかりと収納力があります。で下もねもちろん収納がありまして、ここもちょっと工事中なんで今穴開いてますけども、このような奥行きがあって結構広い収納ですね。自分のノズルがねこうやって伸びるタイプなんで、でも結構便利ですね。じゃあ次、あの隣がお風呂になってますので、こちら見ていきます。お風呂は結構広めですね。 1K とかのお風呂よりかやっぱちょっと広いです。でね、浴室乾燥機も上についてます。次はねトイレ見ていきますね。トイレはねこのようなウォシュレットタイプのトイレです。次ね玄関のシューズボックスですね。ここは結構奥行きのあるシューズボックスになってます。ちょっとね測ってみると、奥行きでね扉までで見ると67センチあります。まあ、一応念のため横幅も測っておくと78センチですね。でこれね、この棚の高さが変えれますので、ブーツとかね、高さの高い靴を収納することもできます。次ね、バルコニーに出る前に、カーテンレールのサイズと高さを測っていきます。まずカーテンレールのこの幅ですねが、154センチです。次ですね、カーテンレールのこの床からレールまでの高さが190センチです。次ね、バルコニー見ていきたいと思います。ここ2階なんでちょっとね見晴らしが、あまり良くないんですけども、このような感じですね。でね、あと前に、建物は今建築中なんで、これは完成するとちょっと、さらに景観が悪くなってしまうのかなというところですね。じゃあね、最後にあの設備の、説明を簡単にしていきたいと思います。まずね、こちらテレビモニター本ですね。オートロック越しに訪問者の顔がここに映りますね。次ですね、このマンションインターネットが無料になってるんですけども、ここにね、LANケーブル挿すところがあるんですけども、ここに LANケーブル挿してもらったら、もうその日からインターネットがすぐ使えます。でね、Wi-Fi も飛んでますので、その日からすぐ Wi-Fi も携帯とかでね、拾うことができます。最後ですね、人感センサーライトになるんですけども、このセンサーがね、人を感知してね、ライトが作るので、これも結構便利です。はい、以上でね、205号室のご紹介は終わります。このチャンネルではですね、他にもですね、お部屋探しをする上で、よくわからないことがあると思うんですけども、そういったのをね、動画で解説させていただいてますので、また、他の動画を見ていただけるとありがたいです。で、動画がいいなと思ったら、高評価ボタンとか、チャンネル登録お願いします。また、弊社大阪市内で営業してますので、そのあたりでお部屋探しされていらっしゃる方がいましたら、ぜひお問い合わせお願いします。ご視聴ありがとうございました。